長くなってしまうんで、私の方でちょっと製品の紹介を先にさせていただきたいと思います。私の方からですね、紹介する品目なんですけども、ソルティラバースライドという商品になります。これはですね、タイラバ、タイを釣るためのルアーなんですけども、今までですね、デュエルでソルティラバーという商品を出してました。タイラバをされる方であれば一度は使ったことがあるんではないかと言われる定番の商品なんですけども、今回のソルティラバースライドというのは、ソルティラバーと何が違うかと言いますとですね、見てもらうと分かる通り、リーダー直結の、誘導式タイラバー仕様になっております。どういったものかと言いますとですね、隣でちょっと商品見せようと思ったんですけど、遊んでますので、先に進みたいと思います。ですね、誘導式タイラバというのがですね、九州から発信されまして、今ちょっと全国でブームになっております。今までのタイラバというのとどこが違うかと言いますと、タイラバというのはですね、もともとちょっとこうホールで食わないというふうに言われてました。またはですね、バイト率に対してキャッチ率がすごく低い釣りだということを言われてたんですけども、この誘導式タイラバというスタイルであるとホール中に食っちゃう、そしてバイトの数だけキャッチが結構できるというふうに言われております。なぜそのホールで食っちゃうのか、それでキャッチ率が上がるのかといいますと、ヘッドがですね、このようにシュッと誘導するためにホール中にタイラバ、このラバー部分をガッと食ったと。で、今までのものであれば、鉛の重量をタイが感じて離してしまう。ただこれはですね、ヘッドだけがスーッと落ちていくので、タイはそのラバーの部分の、食った時にヘッドの重量を感じずに、違和感を感じずにずっと加え込んでいる。で、着底した後リーディングした時にもうすでにかかっていたということになります。で、あとキャッチ率についてはですね、タイをかけた後にタイというのは必ずこういうキュッキュッと首を振ります。で、首を振ることで今までのタイラバというのはどういうことが起きていたかといいますと、重たいヘッドがついているので、それが首を振った時にヘッドを振られてしまって、ヘッドの重さがそのまま針にかかってしまう。でこの原理で針がぐんぐん伸びていってしまって、最終的には伸びてしまうということが起こっていました。ただこれ、誘導式タイラバであればヘッドがこう動くので、タイが首を振ってもヘッドの重さというのが、針にかかってこないということになります。それによるメリットで、針を細くしたり小さくすることができる。針を小さくしたり細くすることがどういうメリットがあるかといいますと、針先が尖ってバームも小さくなるので、すごく刺さりが良くなる。刺さりが良くなるということは、じゃれてきたり、アタックしてきたタイを絡め取ることができる。避けてしまえば、あとはバランスの少ないシステムになってますし、あとは魚との引き合いは、竿の柔らかさであったりドラグを使ってもらって取り込んでいただくという形になります。で、誘導式タイラバというのはですね、いろんなメーカーさんから出てるんですけども、このソルティラバースライドはですね、通常誘導式タイラバというのは、この先にですね、20センチぐらい大体こうネソ糸がついてます。そのネソ糸の先にこうラインを結んでるんですけども、これはですね、そのネソ糸がなく、ここのところにボールベアリングをつけてます。で、そのボールベアリングに直接リーダーを結ぶことによって、今までの誘導式よりもすごくスムーズな、引っかかりのないスムーズな誘導が可能になったと、ね、で、あと直結式なのですごく感度がいい、今までのものよりも感度がいいという仕様になって、皆さん結構気にされるのがですね、ヘッドの穴 この角にリーダーが当たって傷がつくんじゃないかということを皆さん思われるかもしれないんですけども、ヘッドの中の穴にはですね、専用チューブを入れてます。なんか皆さんで、専用チューブが入ってますので、リーダーが傷つかないような仕様になってます。あとですね、ヘッドもですね、フラッシングスライドヘッド、多面カットにしております。通常のものは丸いものが多いんですけども、これは面で構成されているのですごくフラッシング効果が高い。フラッシング効果が高いのは、マダイに限らず青物で、だから全ての魚に有効であると。で、ヘッドの中央にですね、大きな目玉がついております。これはオーロラグローワイトにつけ夜光に光ります。例えば朝夕まずめとか、あと水深 100m とか深いレンジを探るときにこれが光って誘ってくれます。あとラバー
けども、スライドラバーと言っています、先端にですね、ボールベアリングがついてまして、くる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 回ります。魚が、どんな方向に引いていっても追随してくれるので、バラシが少ないと。あと最近ではスピニングタックルで、対打をされる方が多いんですけども、糸よれの問題もこのボールベアリングを採用したことによって解消されております。あとは何よりも余計なネスリットがついていないので、すごくそのラバーパーツが一体感になってナチュラルに誘ってくれるという仕様になっております。まずはですね、こちら の、 実証テストを、実は昨年の、対馬駅の方で、小松さんと、させていただいたんですが、そちらの、ね、映像も、ございますが、もう他の方、これ目の浜から、ね、海運丸さんですね、結構有名なちょっと遠征船で、台湾に、狙いに行ったんですが、この時はですね、餌釣りの方と同船、サイラも、ね、されている方も結構いらっしゃったんですが、大友で、実証テスト、ムービーを回している私たちだけが爆笑という結果になりました。こちらのね、私自身もマダイにはあまりご縁がなかったんですが、ソルティラバーの、テストをね、させていただいてから、松岡さんが持ってるみたいな大きいタイが釣ってみたいと、ひたすら東京湾に通ってですね、修行した結果が結構マダイをキャッチする確率が上がったんですが、いかんせんね、タングステンのヘッドとか、鉛の 125g とか結構重いものを使っているので、大きい体が横向いてバタバタやっぱり頭を振るとですね、かなりバレてしまう。今回ですね、対馬でこの実況をさせていただいた時はですね、ほとんどバラシがない超過でですね、当たりがあった分はもう全てキャッチに成功となりました。私の時間としてはやっぱりこのヘッドがフリーになっている、形状がですね、かなりバラシ軽減に役立っていてですね、質の悪かった、タイラバーゲームに、さらなる超過をもたらしてくれると思っております。タイラバー長くそうですね、創世紀の頃からちょっとやってるんですけども、ティラマフィンからやってます。はい、そうですね、もうこの釣りもだいぶ定着してきて、いろんな各メーカーさんもいろんなものを出されてる状態なんですけど、いろいろ九州ではですね、大分、北九、あと熊本、鹿児島、またちょっとそれぞれタイガーバーの釣りが若干違うんですよね、エリアによって。で、CR かエラガス場合と、船をスパンカーを立てて、もう反応をダイレクトに移すりと、あともう完全土下なんですね。こういうその釣り方がですね、エリアでちょっと変わってきます。で、今までのその平らだと、そういったところの船の立て方で、水深同じ50メーターとかですね、60グラム使ったり、100グラム使ったり、120グラム使ったり、その重さ自体を変えないといけなくなってしまうんですね。で、誘導式のこのメリットというのは、その船の立て方によらず関係なくですね、入っていきやすいんですね、仕掛けが。要は浮き抵抗が少なくなってくるんですね、こうずーっと引っ張られる感覚が。すると何人かでしょうとか、ライントラブルがすごく少なくなります。例えば片舷5人5人で、まあ、40から50フィートの船でやられた時でも、なかなか両舷で釣りをした場合でもなかなか絡まりません。はい、これが結構皆さん気づいてないところなんですけど、トラブルが少ないですね、そういった。で、細い仕掛けなんで、あんまりそういうトラブルがあると、どうしてもラインブレークとか P ライン同士が 0.85 とか細いライン使っている時にどうしても傷がいったり、10キロ近いマダイが来たらやっぱ簡単に切れてしまいますからね。そういった、デメリットがなくなっているのも特徴だと思います。口の中に入るんですね、要は当たりがいいという。従来のものだったらマダイがほとんど、ヘッドを送ってきてます。この状態で後ろからつまんでるっていうのも小さい魚なんですね。
検査から当たってきて当たりが出ないでこう噛み込んでくるっていう感じなんですけど、まあまあ2キロを超えるとですね、もうヘッドごときます。次よりヘッドからきます、ほとんどの場合ですね。その時にヘッドを食い込んでるから針が外がかりそうです。口の中に入らないんです。これが針伸びの一番の原因だと、折れとかです。ただこれを誘導式にするとどうしても吸い込みやすくなるんで針が口の中に入るんですね。マダイは特にこの頭を振る力もそうなんですけど、噛む力が強いんです。なんかこう扁平される、これが一体化になっていくとどうしても視点が生まれてしまうので針をぺちゃっと潰されるんですね。それが誘導式になると、極端に減りますから、あのそこそこのサイズで安心してできます。はい、で今年プロスタッフの方でぜひ10キロマダイをキャッチしていただけるとよろしくお願いします。発売がですね、3月を予定しております。サイズはですね、3サイズ、40g、60g、80g 各8色になります。そちらはスライド一番奥の方に展示しておりますので、また詳しいお話が聞きたい方は来ていただければ、あの説明の方させていただきますので、そちらはスライドよろしくお願いいたします。長い間、ありがとうございました。よろしくお願いします。